あれは、まさか、青銅騎士団。それは本当に大変なことでした。しかし、私たち青銅騎士団が来たからにはご安心ください。すぐに闇を払ってご覧に入れましょう。おお、なんという心強いお言葉。どうかお願いいたします。この村には闇が満ちています。それは恐るべき力を持っております。なんと恐ろしいことでしょう。私は今まで多くの闇を浄化してまいりました。その経験からして、この闇は暗黒の神バルマーの仕業に間違いありません。そんな本日この時より、この村は私たち青銅騎士団が管理いたします。すべての出入り口を封鎖します。何人たりとも出入りしてはなりません。よろしいですね。これに背いた者は闇の手先としてグラナス様の皆のもと浄化されることになります。さあ、グラナスの騎士よ、闇を打ち滅ぼすため剣を掲げなさい。神の御光でこの世の闇を照らすのです。申し遅れました。私は青銅騎士団を束ねるシレーネと申します。どうかお見知りおきを。おい、エレナ、あの神様背負ってるような女知ってるか？ええ、青銅騎士団を束ねる祭司長のシレーネ様。そう、シレーネ様はとても優秀な異端審問官だそうよ。ひょっとするとこの村は大変なことになるかもしれない。あいつらここで一体何をするつもりなんだ？あら、あなたはグラナス神官ではありませんか。この村に神官はいないと聞きましたが。いえ、私は歌姫を務めるエレナと申します。ゼラ様にご報告のためグラナス大神殿に向かう途中です。ゼラ様にご報告？よほどの成功を収めたのですね。ゼラ様もお喜びになるでしょう。あなたに託された使命も、闇を浄化する私の使命も、世界にとってとても大切なもの。共に頑張りましょう、エレナ。ありがとうございます。
前に切れるものなし。この先も無事でありますように。この先も無事でありますように。俺の命は取れねえな。
風を待って。これでいけるぜ。そんなんじゃ俺の命は取れねえな。余裕ですね。出直してこい。